先ほどのシーンも、まあ、林直樹大卒ルーキーですが指宿に仕事をさせないというディフェンスがありました。さあ遠藤左足コントロールショット決まりました。これで鹿島4点目。遠藤今シーズン初ゴールことになりました。見事と一言なんですけど、まあ、まずこのエベラウドの強さで受けた場所も非常に遠藤良かったと。だからもう少しタイトに寄せたいですよね、清水側からすると。だからこれだけ余裕を持つと左足彼持ってますし、巻いて落としてきましたけどね。まずこのエベラードですよね。でいい場所で受けて左足で晒しながら。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。